はい、今回はですね、ちょっと遅くなってしまったんですが、ニュージャパンカップのですね、組み合わせ、メンバーを見た僕の正直なね、感想というかそういうのをですね、ちょっと喋っていこうかなと思います。はい、正直この組み合わせをパッて見た瞬間、なんか物足りねえなぁ。なんか無難すぎるし、でもまあこんなもんか。いや、でもなんかパッとしねえんだよなっていう印象がすごい強くてですね。で、そこからいろいろよーく見ていくとですね、まあ結構違和感のある点がこう多々あってですね。まあなので、まあ僕がね、気になった点をまあいくつかね、挙げて喋ようかなと思います。正直、優勝予想とかやっても、正直ね、結果が見えてるようなもんなんで、あ、どうせサナヤンでしょ。うん。まあもしくは対抗馬でファンタズムじゃないかな。まあこういうような感じで、うん、なんか優勝予想というよりも僕の気になったところをちょっと喋っていきたいなと思ったんで、はい、というわけで喋っていきます。まず気になったところ1点目がですね、鈴木みのるいねえじゃんっていうね。はい、今ここで今一番旬と言っても過言ではないこの鈴木みのるがいないっていうのが、なんかやっぱ物足りなさの一個かなって思いますね。1000シリーズでも、鈴木みのるはね、たくさん話題を振りまいて大阪大会でも盛り上げてくれましたし、なおかつこのベビーフェイスにもになったこの鈴木みのるのこの今後のシングルとかでね、ちょっとじっくり見たいなっていう風な状況なんで、ここで今旬の鈴木みのるが出ないっていうのがもったいないなっていうのと、ちょっと寂しいなっていう風な感情がちょっと強いっすね。まあ、新日本のこのね、傾向としてこのベテランの水際に持っていくっていう、この風潮に、まあ鈴木みのるもね、もう使ってしまったんだなっていうのがね、ちょっと、現実をこう突きつけさせられるというか、ちょっと残念っすよね。まあね、新日本の方向的に50歳以上の選手はどんどんね、水際に追いやっていくっていう。まあ、長田、小島、真壁、天山、まあ、第三世代、鈴木みのるもそうだし、このね、このベテラン、この軽視問題っていうのは、僕はちょっと、もったいないかなっていうのと、やっぱり寂しいなっていう気持ちがありますね。僕がプロレス見始めた頃っていうのは、ちょうど2002年から見始めたので、ちょうど長田さんが、IWGP を、取った、時ら辺からですね。なので、そういう昔から僕が見てるファンからしてみたら、ちょっと寂しいなっていう気持ちがやっぱ強いですね。全然こう、ね、体がこうダメになってしまってるっていうわけでもなく、まあちょっと天山はちょっとあれですけども、長田小島に関しては全然メインイベントの試合もできる、クオリティのまだまだね、そういう活躍されてるんで、なんかもったいないなっていうのと寂しいなって気持ちありますね。はい。あとまあ真壁ね、真壁なんて、真壁もまあちょっと厳しいかなっていうのはあるんですけども、ただ真壁に関しては、G1 卒業式とかもね、させてもらえずに急にフェードアウトさせられたっていうね、まあちょっとそれもどうかななんてちょっと思っちゃったりしましたけども、まあちょっと話がだいぶ逸れてしまいましたけども、はい、話戻しますね。はい、このメンツの気になった点その2がですね、棚橋岡田出そうと思えば出せんじゃねっていう風な感じですね。まあ一応このコンセプト的にその IWGP 戦がこの決まってる2人は、無条件でこうね、免除させられるっていう、なんかここに、なんかまだ余力余してんな新日本みたいな、ちょっとそういうのをちょっと感じてしまうというですね。はい、これ出そうと思えばこれ棚橋対岡田の、敗者っていう風な枠1個作れるじゃないですか。ここもね、なんかこう持ってこないっていうのに、なんかちょっとまだ余力を余してるというか、ちょっと出しを信用してるというか、なんかちょっと思っちゃいましたね。まあもしかしたらその棚橋のコンディションをちょっと考慮してとかっていう、その裏の事情があるかもしれないんですけど、まあそういうね、細かいところ考えてったらもう本当にね、もうちょっとキリがない話になっちゃうんで、
まあまあそれは置いといてっていうふうな感じで。ただやっぱり、ここで棚橋岡田っていうふうな、どっちかは多分入れられたとは、入れられたんじゃねえかなっていうふうな、そういうこの懸念があるんで、やっぱりこの二人のこのどっちかの名前があるかないかで、このニュージャパンカップルをこうパッて見た時のその見栄えというか、そういうモチベーションってガラッてやっぱ変わるじゃないですか。だからやっぱ改めてこの棚橋宏っていう名前と岡田和親っていう名前が入ると入らないので、やっぱ、パッと見の印象というかね、イメージだいぶ変わるなっていうのがやっぱ痛感しましたね。はい、はい、続いて3つ目がですね、矢野徹対マーク・デイビスっていう、はい、ちょっとこれに気づいた方がいたら、もしかしたらちょっとマニアック傾向な感じかもしれないんですけども、これ何かっていうと、マーク・デイビスのデイビー・ボーイ・スミス・ジュニア化が進むんじゃねえかなっていう、僕のひそやかな心配っていうね。はい、なんでここでデイビー・ボーイ・スミス・ジュニアが出たかというと、デイビー・ボーイ・スミス・ジュニアが、ニュージャパンカップに出るたびに、毎回この矢野 VS 矢野っていうのに毎回組まされてたっていうですね。で、それがちょっと原因もあり、ちょっと対談したっていうちょっとエピソードも あったので、なんか、その、毎回ニュージャパンカップで矢野さんと組まされてた、このデイビー・ボーイ・スミス・ジュニアと、このマーク・デイビスがこう被ってしまうというですね。タック屋の片方がこう、矢野の餌食になるっていう、そこと妙にこうリンクをしてしまうというですね。はい、一応まあこのデイビー・ボーイ・スミス・ジュニアに関しては多分まあご存知の方はね、まあ多いと思うんですけども、元鈴木軍のメンバーでですね、ランス・アジャーと KES でタッグを組んでた、大型外国人なんですけども、ちょっと簡単にこのお話をするとですね、2017年にですね、当時鈴木軍がこうノアに行ってたんですけども、2017年に、急遽サプライズでこう、新日本の後楽園に、鈴木軍がこう復帰をするっていう、タイミングがあってですね。で、まあ、久々に1年半ぶりぐらいに、新日本に鈴木軍のメンバーが現れて結構盛り上がったんですよね。で、その時、ランス・アーチャーとデビー・ボイ・スミス・ジュニアで KES でタッグを組んでて、で、これからタッグ戦線も KES を、含めて、どんどん活性化していくっていう風な流れだったんですけども、ただタイミング悪くて、ランス・アーチャーがその時、怪我をしてしまうんですよね。で、しばらく長期離脱に入ってしまって。で、デイビー・ボイス・スミス・ジュニアが、相方がちょっと怪我で欠場だったんで、まあ、シングルでこう活躍していくしかないっていう風な状況になったんですよね。はい。で、その時にゲドーさんと、俺はちょっとシングルでこれからやっていきたいんだっていう風な、簡単なこう、口約束をしたんですけれども、で、結局、まあ、そのデイビー・ボイス・ジュニアのこの要望も虚しく、いきなりその、シングルで組まれたのは、矢野徹との、ニュージャパンカップっていう風なところで。で、そこであっさりこう、矢野劇場にハマって、一回戦負けになるっていう。で、その後に、ゲドーさんにデイビー・ボイス・スミス・ジュニアがちょっとクレームを入れて、俺はストロングスタイルでがっつり試合をしていきたいのに、なんでこう、矢野とのこのおちゃらけと試合をしなきゃいけないんだな、みたいな感じで。で、そこから揉めるんすよね。で、その揉めたのが原因で、そこからデイビー・ボーイ・スミス・ジュニアというのはですね、ちょっとゲドーさんに多分嫌われてしまったのか、まあ、ちょっとそこから干されてしまって、ほとんど活躍の場を与えられずにですね、で毎回こうニュージャパンカップとかになると、矢野と大体初っ端の第一戦で組まされて、あっさりこう一回戦でこう負けさせられるっていう、そういう風なね、立ち位置になってしまって、で、デイビー・ボーイ・スミス・ジュニアがその対談した、一つの要因として、この、VS 矢野と毎回組まされてたっていうのが、その原因の一個だなというふうには噂になっております。はい。なので、この組み合わせを見た瞬間、なんか妙にこのデイビー・ボーイ・スミス・ジュニアとこのマーク・デイビスがめちゃめちゃリンクしてですね、これ、マーク・デイビス、まさかこのゲドーさんと揉めてこうなったわけじゃねえよな。まさかなとかね、いろいろ、ちょっと勘ぐってしまったっていうですね。はい。なので、まあこれもね、後藤とやればいいのにって僕思っちゃったんですよね、この組み合わせ見て。あ、別にこれ矢野さんがどうこうとかでそういうわけじゃなくて、だってカイル・フレッチャー、相方のカイル・フレッチャーは吉橋とね、シングルでね、1回戦やるんだから、だったらね、後藤とマーク・デイビスでやればいいのにって思ったのに。で、まあどうせ今回もね、吉橋がカイル・フレッチャーが吉橋に勝って、
4月の両国でね、オージーオープンが毘沙門に挑戦するっていう風な流れはもう見えてるんで、どうせその流れだったら後藤マーク・デイビスでやればいいのに。後藤対マーク・デイビスだったら、ちゃんとマーク・デイビスのなんだろうな、そういういいところとかもちゃんと真っ向勝負でやった上で、なんかいろいろね、マーク・デイビスのその実力っていうのが測れると思うんで、なんかもったいないなっていう、なんかこう、ね、謎のこのシード枠なんかでね、やるよりだったら、後藤マーク・デイビス普通に1回戦で組めばいいやんっていう風なのがね、ちょっと思っちゃいましたね。はい。はい、まあその方がね、ちょっと細かいところいっぱいあるんですけど、まあちょっとね、まあちょっと3点に絞って今回上げさせていただきました。まあやっぱ鈴木みのるは見たかったなぁ。ちょっともったいないな。この鈴木みおるが見たかったっていう風な方がね、僕のチャンネルで見た方にもし同じ気持ちを持った方がいたら、チャンネル登録いいねボタンを押してもらえればなって思っちゃってます。はい、まあ、というわけで、今回はニュージャパンカップの、メンツが、いまいちな件についてですね、ちょっと感想を喋っていきました。はい、それでは今回はこの辺で失礼します。 See you next time.